はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブアライブ最終編、今回は各キャラクターの最強装備を求めてちょっとダンジョンをやっていこうと思います。まずはレイちゃんから。レイちゃんはこの雪山にあるらしくて、さすがだ。まあ、これよりでかい岩破壊してるからね。では中へ行こうと思ったら敵が出た。マンモス2体か。下はポコに任せよう。でまあ手裏剣乱舞でミスが目立つな。レイちゃん、まあ、ガリオ転生は敵が多い時にやればいいけど、反対はもうこのこのでかいマンモス相手にミスるか。サンダウン乱れ打ちは、ああ狙ったエリアか。でも1体しかいなければ全体ヒットするのかな。ちょっと一発が弱えな。何かが下がった。でポコ2発ミスったか。大丈夫。なだれ起こし、グッズ。後ろ向いてない。後ろ向いてるんだったら大丈夫。影一文字とかってさ、急所を狙う、ケツを狙う、ケツの穴で攻撃力高えな。72の回復か。これ後ろ向いてる、どっちだ、いつも分かんない。鎌かける馬のごとく。おお、いいね。口ほどにもない。3段はまだまだ上がる。もう1レベルくらいみんな上がるときついかな。18、19あたり、ポゴが18とかだった気がするんで、20手前はちょっとつらいか。技のダンジョン、これは、これは今の私にはちょっと無理だね。え、そうなの。実力不足か。じゃあこっちは、この岩ならいける。お、いけそう。え、したたかに舞う、あの技。何したたかに舞うって、どれだ。舞うんだったらシマリス客。こんなんじゃ効かないか。いや、わからん。え、舞うってどれだ。猿、コローの舞。お、合ってるっぽい。なるほど、覚えてないからいけないのか。最初のやつレベルが足んないってこと。レベルアップで技を覚えていくからね。なんだ、小籠包屋さんがいるんだけど、おぼろ丸とかなんで知ってんの。待っていたぞ。え、この宝箱がある左に。ボイスハート、一刀両断してやろう。影一文字、結果結構あんな。影一文字、我が剣、水剣、味わうがいい。ごは強っ。しかもなんだ、ちょっと後ろ行こう。ちゃんと後ろから狙おう。回復させるべきか。サンダウンだ。トリプルショットは後ろ向いてるしね。ちょうど117。ほぼ回復させよう。インド使おう。どこだ、あれ、インドって装備しちゃったんだっけ。もう一歩進んで、治り草自分だけか。骨肉も自分だけ。ボインビナス結構かかるからな。好敵手、レイちゃんを。こっ
っから攻撃したいけど、ちょっとあれが、あ、でも一歩行く分だったら大丈夫か。影一文字。後ろから。ここからが本番。陶器、早いな。結構早い敵多いよな。ここも決める。こいつはどうよ。あと一発か。好敵、レイちゃんがやられる。後ろ見てるしな。頼む、トリプルショットで決めてくれ。倒した。その技どんか。すげえ、めっちゃボス扱いなんだけど、消え方とか全然経験値持ってないやんけ。この宝箱回収しよう。せっかく倒したんだ。女神の子でって何？レイちゃんの洞窟だからレイちゃんに装備させる。特攻が上がるな。まあ、ちょっと物理攻撃下がっちゃうけど、特攻がだいぶ上がるな。やろう。あのガリオ転生特攻っぽい気がするんだよね。お、こっか、なんかすんげえいっぱいあるんだけど。え？何これ？宝箱こんないっぱい取っていいの？またいるわ、あいつ。ダイナマイト、こんなところで。同じか敵。逃げられる経験値全然くんねえから逃げらんなそうで。お日さと一緒だ。倒した。一撃で決まったわ。これ決まると楽だな。許せ。経験値が全然手に入らないところかな。あれ、なんだこれ。あっちが見えるけど、これは今のちょっと無理ゲーが多いね。ここはいける。両腕の力技。開いた。先行こう。あいついっぱいんな。どこにでもいるな。カチンコケース、ちょっともうめんどくせえわ戦うの。宝箱だけ回収しよう。結局レイちゃんは壊せない岩があったんで、ポゴ先に行きましょう。これもなんかポゴのレベルが上がってないといけないところとかあんのかな。普通に敵が出んな。レイちゃんのところはね、あのおっさん以外、あれすげえいっぱいだけど敵が出なかったんだよね。これはもう一問大事にしたいな。全体攻撃のオンパレードでいこう。こいつ全体攻撃ないからパス。ガリオ転生。ガリュー転生。そう、ガリュー転生なんだよね、呼び方的に。強っ。あとポコ向かせよう。火の鳥みたいなのがちょっと当たんないかな、あそこだと。いけね、動けね。サンダウンが邪魔だ。そこか。ちょっとどいててもらおう。マルチカムだ。で、まあ、狙うだけは狙っとくか。マジでこのまんま再現だけど。かまいたち行くか。
強いね。あれ、レイちゃんこっからこれさ、待機短い、威力大だからね。それって全体攻撃だからね。マジでいいよ。我流転生。我流転生。何当たらん、なぜだ。こいつはもともとそういうあれなのか。まあいいや、どうでゲスデン半分までできれば全然余裕でしょ。3ヒットしかしなかった。こいつはマジで経験値くれんだよな。ホースショット、はい、ジジイを超えるよ。覚えた、千賀連山剣、究極奥義、大いなる山のごとく連なる拳や蹴りの連打。これ覚えればもうあの岩破壊できるんじゃん。ちょっと戻ろうかな。でもいいや、ここまで来たから保護先にやろう。なんか変なのがいるんだけど、何これ。話す、恐怖に凍りついた表情の石像、名前が書いてある。渡辺くんこれ。あ、敵出た。お犬様、かまいたちで、160か。ただの霧だけど、あ、これがあるな。いけるか。あ、ちまった、ためあるのか。しかし全てを葬る。問題はない、あとはお前だけだ。忍法ヤグルマソウ、強い。こいつら経験値あんま持ってないんだっけ。そういえばサンダルはまあまあまあ上がる。なんかここっぽい主みたいな、巨大な魚。何よあれ、ワイに悩よかん。ムーン、ほんならあんた黄金ちょんまげ持ってんか。え、持ってなくね。そんな普通のちょんまげしかないよ。手に入れたっけ。まああれば全然もうあげちゃっていいんだけどな。お、物がいっぱいあんな。黄金ちょんまげ、金の髪飾りなわけないです。こっちも忙しいな。おととい来さらせだもが。めっちゃ怒られちった。しかもここ違うの。あ、ここっぽい骨だな。これブリバリ骨斧。おお、これで帰れるってことか。さっきの魚はまた別なんだな。もう戻っちゃおう。また後で来よう。黄金ちょんまげを手に入れたら戻ってくる。どここれ、雪山の最初じゃん。ちょっと装備させよう。ブスブスやりやったからね。攻撃力、物理攻撃力は結構上がるな。まあ素早さ下がるのはちょっとしょうがないよね。こんだけ攻撃力上がるんだったらやっちゃおう。よし、じゃあレイちゃんのところ戻りますか。この大岩、あの技だね。ジジイ千賀連山剣って言っても、別に千賀連山剣はなんかやるわけじゃない、やるわけじゃないけど、見れるわけじゃないけど。よし、進んでいこう。あった、達人のヌンチャク。こいつシカとしてかんね。帰ろう。お、達人ヌンチャク、すべてがめっちゃ上がるな。物理防御力もなぜか上がるし。よし、これで OK。 それでは次はおぼろ丸の装備ですね。なんかここにあるらしいです。民家に入って鍵のダンジョン、錆びた鍵。あれ、錆びた鍵なんて持ってなくね。
ここじゃないのか。え、え、あ、これで影が出てきてこいつを倒せばいいのか。この距離だったら手裏剣かかまいたちで行きたいけど、これも当たるか。行け。まあ、90で4割くらいか。もう常に遠距離で行こう。ガリオ転生3ダウンもフォースショット。あ、ちょっと近いな。芯乱れ打ちも近めか。キャッシング弾が動かれる。ゲッ、手裏剣機関。ピアッシングダウン打つか。ガリオ転生が早い。ガリュー転生。いやー、うん、ヒットポイントそんなに高くない。代わりに硬いのかな。てかポコがもう遠距離になってきつい。いや、危ね。ブレイクされたら最悪だった。あ、叫べばいいんだ。くらえ。いや、ちょい硬だな。硬い。今ヒットポイントみんないくつかです。400ないくらいか。かまいたち、かまいたちを打とうとすると1個下がれば当たるか。あと29、終わりだ。いいね。これでおぼろ丸最強装備手に入って強くなれば。あ、これで錆びた鍵ね。で、開けて進んでいく。これは鍵のダンジョンか。まあ、使い捨てだよねって感じで進んでいきましょう。玄武の鍵ゲットで、スザックの鍵。これ影がさ、ランダムエンカウントでさ、しかもそんな頻繁に出てこないっていうところがめんどくさい。で、これ線が連山剣で一発なんで。おしまいだよ。線が連山剣。かっこいい。はい。で、鍵ゲット。青龍の鍵。これで全部かな。4つで、ここに扉があるんで。緑って何。緑はこれ物が多すぎんな。青、赤、白、緑。おお、開いた。白、青で整理。てか鍵残ってんじゃん、使っても。なんかエネルギーが灯ってんね。で、赤。早いね、ここら辺は。おお、すべてのエネルギーが収束している。この刀はムラサメ。よし、これで帰れる。あれ、村サメ、村正だったっけ。幕末編で撮ったやつは、魔人龍之介が持ってたやつは村正で、これは村サメ。強い、普通に攻撃力20上がるし、切った血を即座に洗い流す。よし、おぼろ丸、 OK。 じゃあ城に行って2人仲間にしよう。日高くんと、あとなんだっけ、あのロボット。では、高原用の武器ですね、ここにあるらしい。こいつを倒す。この先は力のダンジョン。最強の力極めたくば、
うずづくで道を開いてみろ。いいだろう。ただし高原は弱い。で、今回あとレベル上げ用にアキラを連れてきてる感じかな。で、まあ、まずおぼろ丸をどうするか。弱点は足か。おぼろ丸って足はないよね。ちょっと近づくか。影一文字相当近づかないと無理だかな。とりあえずこれにしてみよう。で、レイちゃんさすがに足があるけど、線が連山剣も使いたいけど、耐性があるのか。じゃあちょっとやっぱ足で行こう。近づこう。ジャンプショット。これ何によってないな。サメだかよくわからんけど、弱点で166か。てか移動してんな。スピンドルとか。こいつも使ってくるんだ。シルバーファン早い。遅いよ。遅いね。早いのか遅いのかどっちだ。こいつマジでやることがない。足があるけどね。近づくか。いけ。まあ、これは全体攻撃だからね。でもさ、弱点でもないのに150に当たる。ただ普通に線が連山剣使ってもいい気がするんだよな。2だ。まあ、レジストされるけど、ステータスをうまくいけば下げられるからね。いいね。なんだ、明らか自分で自分を回復して、お前にはタゲを取ってもらおう。じゃん、セルフヒール。いってえな。お、いいねいいね。回復量がいい。では使うか。いくらレジストだろうと386つえ。マジで強え。線が連山剣てか、レイちゃんマジでいい。最強キャラだろう。力で、いやこれは技だな。レイちゃんの技、血の魔装とか。ようやく9レベル。じゃあこの洞窟へ入っていきましょう。力の男女で宝箱があるんだけど開かないらしいんだよね。まあ、ひとまずはじゃあ一旦奥へ行きますと、もう単純に進んでいる間に最強バンテージ。何かの封印を解いてしまった。まあ装備はしよう。普通のこいつは武器2つしかないんじゃん、種類。攻撃力めちゃくちゃ上がるな。10倍なんだけど攻撃力。フルパワーで殴っても決して拳を痛めない最強バンテージ。あと血の魔装みたいなのどうなんだろう。先人 T シャツとかちょい下がるけど物理攻撃力上がるのか。どこに何があるんだか分かんねえな。血の魔装一番下だしな。特攻が1になる。守りを忘れてしまう。うん、デメリットが多すぎる。で来る間に、うお、ここも炎が止まっている。宝箱があったんだけど敵も出るようになると。またこいつらか。これはもう一気にかまいたちで切る。せっかく当たんないと思ったら当たった。ギリギリ当たった。武器が紫になったからか。めちゃくちゃ経験値が燃える高原。
というわけで、アキラの最強装備はどこだ。ここはテレポートすると確率で心のダンジョンに来ます。敵はいないみたい。じゃあボスがいないのか。宝箱、血の魔装、なんかそこそこ手に入るな。これは己無念魂か。あ、これはじいさん。俺、あれ喋ってる。やはりあやつこそ真の魔王。心がここに閉じ込められてんのか。中世の人たちの子供。嘘だよ、あの人が魔王だなんて。こいつはいつも信じてくれんな。王様、なんということだ。ルグレチアがこんな最後を迎えるとは。おお、こんなところにストレイボー。俺のせいなんだ。あいつが魔王になってしまったのは。まあ魔王の正気にやられたかんな。ハッシュ。私以上にあいつは人間を信用しなくなってしまった。じいさん、あのバカ者が。そしてど根性グラフ。誰？あ、王女様か。お願いです、どうか止めてください、あの人。いや、お前のせいだろ。ストレイボーも結構なせいだけど、アリシアもかなり責任あるからね。ではキューブ、地のダンジョン。ここは敵は出ないみたいなんで、バラがあんの。ベッドがある。どことなく宇宙船を彷彿させる感じ。ここ入れんの。はい、あれ、キューブがいる。ようこそ地の迷宮へ。私はキューブの地。ここでは力は必要ない。地と冷静な判断がお前を新たな頭脳に導く。これから先この椅子が私とお前をつなげる。椅子に正面から語りかければ私は現れる。最初の試練はこの先の部屋。赤い床は感覚を狂わせる。はじめはここ、次は、あ、違う、はじめは横、次は縦、最後はどちらも。ん？どういうこと？ああ、ああ、ああ、ああ。なるほど。逆になってんな。で？逆だな。いけた、次。鏡の部屋。鏡に映る自分に従えば白い玉は道を開く。試練に挑み、あ、挑み直したいときは私に言う。あ、あ、なんかあれが向いてんな。これ開いて。すげえ適当なんだけど。どういうこと？ちょっともう一回、もう一回話を聞こう。鏡に映る自分に従う。
白い玉道は開く。鏡。え？右？右？上？上？上？左？左？上？上？おお、いけた。ここ帰れるな、多分。一方はお前を導き、一方はお前を陥れる。え、本物と偽物ってこと？なんかどっちだ？ん？どっちを信じるってこと？は？わかんねえ。とりあえず今右を信じてるんですけど。白い玉には向かってるよね。いけた。ちょっと本物と偽物がわからん。どういう区別だったのか。鏡の姿は全てお前を惑わせようとしている。全て惑わせようとしているってことは、上でもないし左だが右、上でもないし左でもないし下でもないし右がいないで下がいない。あれこれ同じ、あ違うな、左がいない、あ違う正面だから、ちょっともう一回ちょっとやり直そう。あれやり直せない。ばかりが全てではない、時には後戻りも必要。了解しました。え、なんだ、矢印が書いてあるんだこれ。まあちょっとそのまま進む。ああこれ下に戻れってことか。あで戻れ、おめっちゃ戻される。あ違う、なんだ今変わんなかった。まあいけた。この奥か。何これ。時の回廊へようこそ。この回廊を抜ければ新しい頭脳を手に入れられる。最後の難関、ここでも白い玉が道を開く。回廊の白い玉、時に従う。ええこれ時計回りってこと。はい。ちょっと待って、変なとこに来ちまったよ。は？これまあいいや、とりあえず。よくわからん。お、なんかでも真ん中、あこれいけたんじゃん。おーすげえ豪華なとこにある。17ダイオードで終わり。攻撃力ゼロだったのこいつ。特攻がめちゃくちゃ上がるな。よし OK。 では最後3ダウン。馬がいる。
馬を追っていく感じかな。いた。そしてダンジョンの入り口。時のダンジョン。金のね、これがなんか8回になったらボスが出てくるとか、なんかそんな感じみたいですね。暗くなっていってんな。真っ暗になった。4体いんのかよ。しかもボスだし。ジャギーエッグ、弱点はないけど耐性はあるのか。でも普通に影一文字で攻めていくか。まあまあまあかなり当たんな。だから4体一緒に倒さなきゃいけないとかそういうのは勘弁してほしいよね。ガッツ。あ、レジストかけられてるけど、まあいいや。さあ何を使おうか。ジャーマンスープレックス威力が高いんだよな。我流天才で、なるほど。クラッシュ。レイザーソニック。ガッツや。マルチカウンター。あれ？反撃がすごい。ちょっと、ボインビーナスでも使いますか。スピードドライブやばい、やられそう。クラッシュしたし、マッチパフェ効かないからな。スペースファージ、うわ高原とかがめちゃくちゃヒットポイント高いからね。これ結構かかるんだよな。なんかドデカポネか、これ使おう。使え。よし、よし。レイザーソニック。うっせ、これが強え。てかこいつ普通に強えんだけど。我流転生がな。まず1体始末するか普通に。蹴り87。こいつはどうよ。どうだ。誰？おぼろまで。サンダウンはもうちょっとアイテムだな。ドデカボネもう一個使うか。おい、すまん。スペースファージ。まずいね。状態異常か。かまいたちも多分当たんないから、右上はもう高原に任せよう。サンドルがめちゃくちゃやられてる。一応ちょっとずつ減らせられる。パルチカウンター。いやーやばい。
火力の高いやつってやっぱり影一文字かな。戻ってもらえてば倒した。状態異常が効いた。でジャーマンスープレックス100はいったよね。OK3 体目もう一個使う。イザナギの巻物、あこれいいじゃん。あっでもだったらでも先にドデカモネ使っておこう。イザナギは取っておきたいね。フォースショット芯乱れ打ち、いやフォースショットの方が良さそうだな。4パー例えば半分以上減るわ。マルチカウンター、マルチカウンター多分属性が風なんだな。これそうだよね、風のエフェクトが出てるから消えよ。影一文字、よし OK。 これ4体同時とかだったらもう超めんどくさかったな。レベルアップ、強化パーツ手に入れた。あ3ダウンでももう19にはなってるんだ。ヒットポイントの上がりが悪いな。エリアルグラブ、グラブなの。しかもこれさ歩いて帰らなきゃいけないの。あ違う、なんかここに普通にあったわ。44マグナム、じゃあエリアルグラブって何だったの。とりあえずピースメーカーから44マグナム、まあ攻撃力は上がるけど素早さも上がるのか。はい、というところでじゃあ武器は全員揃って、他にも裏ボス的なものがいるみたいなんですけれども、まあとりあえずこの次は魔王山へ向かいたいと思います。まあメンツもこのままでいいでしょう、というところで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。